が、ね、メタルスライムはぐれメタルが出てきたんで、まだほら見ててもなんだっけ、いいんだけど、1と2はね、1にもね、2にもはぐれメタルいるんだけど、確か倒しても経験値が1000ぐらいしかもらえなくて、結構強いんですよ、純粋に。覚えましたね、メタル、メラミを覚えましたね。これで、ここのボスは楽勝ですね。ローラ姫を置いてけぼりクリアとかしそう。1の終盤は殴る、ラリホー、ベホイミくらいしかやらないですし、戦いが単調になりやすいんですよね。そう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 。というか、最終的には、なんだっけ、MP 使ってるのがもったいなくなるんで、ラリホーもベホイミもなるべく使わないでレベル上げやった方が、結果的に早いんですよね。結果的に。ここにあれがいますね。しかし今日は暑かったね、本当に今日は。しばらく暑くなるらしいですね。大変だね、本当に。皆さん、外でお仕事とかやってる人は気をつけてくださいね、本当に。今日もさ、道路で工事してる人たちがさ、汗だらだらになってたよ、本当に。気を失ってるようで。そろそろ空調服用意しなくちゃ。気をつけないとね。特にマスクしてるときはすごい熱がこもるんで注意してくださいね。今年は梅雨ありそうですね。だって来週あたりから、じゃあ今週の末あたりからか、雨らしいですよ、ずっと。今週末あたりからなんか1週間とか雨の予想全国的に出てた。どうしてもまた下がるんじゃと思ってしまう。熱中症対策にこまめな水分補給必須ですね。自分のところは梅雨入りしました。汗かくとマスクの中が汗臭くてきついですね。きついね。でもさ、ここで油断しちゃうと大変なことになっちゃうからね。ほら、なんだっけ、普通のウイルスだったら暖かくなったら消えるけど、消えないからね、今回のやつは。だからブラジルでウイルスが消えない時点で消えないからね。だからやっぱ注意しないとね、みんな注意しないと。演歌多いね。演歌が多いね、本当に。もしかして力も上がり微妙？うん、ちょっと微妙だね。まあ50あるからまあいいんだけど。南半球はこれからが本番なのかな。寒くなって体力も減るし。確かにね。だからオーストラリアとかニュージーランドとか南アフリカとかアメリカとかはこれからだからね、本番。昨日NHK のニュースでやってたね。チリが今大変なことになってるってやってたね。チリがなんだっけ、解除したんだよ。収束宣言しちゃって解除しちゃったら、みんな弾けちゃって、みんなマスクもしないわ、こう密しまくった結果、今チリがね大変なことになってるってやってましたね。チリがすさまじい勢いで感染者が増えてて、病院がパンクしてもうどうしようもなくなっちゃってるっていうのを昨日やってました。あれ見ると、だから油断すると一気になるっていうのが分かりやすい話でしたね。まごまごしてる。ァミコンの4で当時驚いたのは、あれ、マネマネかな。マネマネがすごかったよね。マネマネが。覚えてるかな、マネマネ。金縛りになって動けない。味方キャラのグラフィックになるんでしたっけ？そうそうそう、変身すると厄介なんですよね。すごい厄介だね。ああ、人食い箱はここ。まあ、ガンガン行こう。あ、眠らせちゃいましたね。あとは簡単です。眠っちゃえばね、楽勝です。こいつシリーズ唐突なザキが怖かったな。ああ、そうだね。ザキは本当に。峰は仕事した。逃げましょうか。もう戦ってるだけ時間泥棒で今のやつよ、完全に。戦ってるだけでさ、大変なもんやら。よし、ボス戦ですね。どこだったっけ？こっち、右上だっけ？確か。3の人食い箱は強かったな。あー、ミミックとか人、うわうわ、戦いたくね。ガンガン行こうで倒そうか。あ、ピタラゾーンが寝ましたね。一番笑えないのは逃げるってやってプタラノゾアに2匹がギラギラってやったら地獄です。進ませてよ。全然前に進めねえんだけど。演歌すごいな。まあファミコンはね、一方演歌とかあるからね。ファミコンは合ってましたね。よかった。じゃあボス戦です。その前に回復しましょうか。そういえば、このゲームが名前の元ネタだっけ？ニックスの有名漫画雑誌サイトは。どの漫画かな？演歌がうざくて逃げ失敗でこちら崩壊とかあるあるだな。そうそう、あんまりね、逃げない方がいいんだよね。戦った方がね、間違いなく安全だよ。戦った方がガンガンオンラインですね。ああ、なるほど。東大タイガーですね。東大タイガーと炎の戦士ですね。まずは、炎の戦士を、倒します。いや、なんでもないよ。なんでもないよ、みんな。なんでもないよ。うん、なんでもないよ。なんでもないよ。なんでもないよ、みんな。うん、次だ。まずは終わりそうですね。バスケット食いそうな人だな。まずはとは一体、笑。終わりそうですね。はい、終わりましたね。はい。ごめん、レベル上げすぎたね。ごめん、レベル上げ。動画的に美味しい。わらわら。よかったね。お茶を飲まなくてよかったね。お茶飲みながら多分見てたら、多分お茶思いっきり。消し飛んだ。わら。いや、お茶飲みながらやってたら、お茶吹き出すよ。本当にネタにこと書かない。わら。ねえ、あれで完全にお茶飲みながら見ちゃいけないパターンだよ。ああ、で、確か宝箱あったね。宝箱。あれ、こっちから取れんだっけこれ。あ、違うか。ああ、いいだね。はい、じゃあ戻りましょう。やべえな。これ多分動画にしたらさ、なんか完全にさ、いろいろ言われるぞ、これ。トルネコのおっさんとのレベル差ひどいんだろうな。あ、トルネコはね、すぐレベル上がりますよ。その代わり、トルネコは。まずいらないものを売っちゃいましょう。で、宿屋が安い間に一回泊まりましょう。これで、船ゲットですね。船をゲット。戻りました。はい、おかえりなさい。ここの動画時はいろいろ賑やかになりそうですね。本当はね。そうか、トルネコのおっさんが仲間になると4人分の宿代取られるのか。そう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 。あ、5人分かな、正しく。ホフマンも含めるから。で、南に行きましょうってことですね。で、トルネコはさっきほら、3章でやった制限そろばんね、たくさん持ってますんで、売ってお金にしましょう。すげえ敵だなこれ。ギラキくんだっけ。あ、効きますね。ここに確か装備が売ってたね。あ、売ってますね。ハジャの剣ですね。ドラクエの海マップリクアルクよりはるかに危険だしなエンカウントの仕方の関係で。そうだね。これ一気に売れないから大変だね、ファミコンは。ファミコンのやつだと一気に売れないからね。鉄兜と主人公ですね。で、鋼の鎧を主人公ですね。で、覇者の剣を主人公ですね。ちなみになんだっけ、プレステ版とかだと確か大量に鋼の剣とか持ち越せるんで、なんだっけ、すごい楽ですね。 DS 版プレステ版だと袋が使えるんで、袋の中に確か大量にアイテム残せる気がしたね。だからすごい楽だよ。いきなり金をなんだっけ8万で5勝スタートができるからね。でこれが地図ですね。これを見ると、ワールドマップも見れますね。で、この町では、とあるご一行さんがね、病気になってね、うなされているんで、一人仲間にしましょう。この方々ですね。これでまずブライはね、仲間になります。クリフトとアリーナは、クリフトを助けてからね、仲間になります。根っこ探しに行かなきゃいけないのか。そう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 。あ、ブライマズ売らないといけないのか。あれ、ここに小さなメダルあった気がしたんだけど、それはあれか。あれか、プレステ版か。調べるか。ジジイ、馬車でゆっくりしてていいよね。あ、いや、ジジイ使えますよ、ここだけ。なんだっけ。今回だけジジイは使えますね。ヒャダルコあるんでね。ヒャダルコあるんで、ジジイは使えますね。むしろ使わないのは、ホフマンです。ホフマン。さらばホフマンですね、これ。プレステ版か、ここにメダルがあったの。じゃあルーラーでまずジジイのね、ジジイって表現悪いんだけど、おじい様のね、装備を整えたいと思います。おじい様っていうなんかおじい様っていう表現もなんかあれだけどね、なんとおじい様もね装備できるからね。ホフマンは一体いつまで導かれし仲間だと思ってついてくるんだろう。改めてここで姫様が根っこ探しに行くのっておてんば完全かい。本当だね。しかも姫様単独で探しに行くわけじゃないからね。まずあれか、ブライドは相手もらうんじゃないか。なんで昔ってよくファミコンとか昔のゲームって裏技って多かったんですかっていうと、結局今のゲームもさ、バグ、後でバグをほらアップデートするけど、昔のゲームってほら売り切りだから、バグが気がつかなかったり残ってたりするんですよね。ゲームの開発って6割ぐらいはバグ取りですからね。だからどうしてもバグが残っちゃうとかなんですよね。あとはなんだっけ、デバッグモードって言って、開発者たちが残しといたそういうモードを残しちゃってるんだよね、削除しないで。その結果例えばなんだっけ、特定のことをやるとなんか変なことになるとかっていうのはそれなんですよね。まあわざと残してる可能性もあるけどね、おまけみたいな感じで。マリオの抜け道とかそうでしたね。デバッグコードを残しっぱなしだっただけじゃ取り除いたりすると動作不良を起こすプログラムだったり、うん、デバッカーさんの動きってありえないですよね。ちなみにデバッカーってどんな仕事やるんですかっていうと、ひたすら壁にぶつかったりとかするんですよ。一日中壁にぶつかりながら喋るとかやるんですよ。当時作業現場見に行ったことあるんだけど、あの人何やってんのって言ったら、その壁抜けして壁抜け対策かな。そうそう、壁抜けして落っこったりしないかどうかの確認するためにひたすら一日中壁にぶつかってる。だからデバッグはね、結構気にならない人。バグっていうと回収だから裏技と言ってやり過ごしたとか。ああ、それもね、可能性はゼロではないと思いますね。うん、闇そう。いやだからほら、これのあれもそうじゃん。なんだっけ、聖水もさ、多分本来は10ダメージっていうのだったんだけど、メタルスラムとかまで効いちゃうから問題になっちゃったんだよね、結局は。壁にぶつかりながらローリング中に爆風で勝負とか、どういった発想なのか。本当だね。微妙にタイミング変えながらやるんですよね。そう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 。もしかしたらデバッグの状況とかYouTube の動画とかにはあるかもしれないね。デバッグのやってる状況とか。で、あれだね。ロードレーサーの無敵はまずいってなったけど、裏技と言って通したとか。そう。トルネコに、あれですね。トルネコは今後メダル係ですね。この頃はまだメダルをね、送ることができなかったんで、トルネコは基本的にはお道具係ですね。トルネコには今日でこれメダルとかね、お道具をね、預けてひどいひどいひどい。野生のデバッカーとか呼ばれるバグを見つけるのがうまい動画投稿者いますね。うん、貯金箱貯金箱っていうかお道具箱ですね。お道具箱ですね。ポケモン1作目とか街の周りの切り替えポイントが周り1マスしか設定してないから、壁抜けすると大変なことになったな。はい、じゃあこれで進んでいきたいと思います。で、クリフトを助けるためにね、パテギアの根っこっていうのを、手に入れたいと思います。パテギアでいいんだよね。でガンガン行こうぜ。すごい魔法パーティーですよ皆さんね。魔法パーティー。ブライは氷、マーニャは火と爆発で、ミネはバギですね。真空魔法ですね。多分トルネコのレベルアップがいっぱい出ますけど、スルーしてくださいね。石塚に優子がとんでもない飲ませ方してたやつだな。でここで、メダルがあるね。覚えてますよ。ここにメダルですね。こんなの分かるわけねえだろ、こんなの。ねえ、こんなところに小さなメダルがあるとか、誰が発見したんだよ、これ。全体攻撃魔法部隊なんでね、楽に進んでいきますよ。もうガンガン、魔法でね、進んでいくパーティーですね。ヒャダルコ強いな、ヒャダルコ。今は呪文でわかるから楽になったな。そうだね、ドラクエの後のシリーズやってると逆にああいう場所にあるんだろうなと感じるマップ配置だったな。ああ、確かに。サクサクだ。まあほら全体魔法使えますからね。だから敵がいくら出てきても関係ないですからね。強い強い。まあ19まで上げちゃったからね。19まで上げちゃったからね。もうサクサクですよ。多分キングなんとかさんも目並み覚えたんで楽勝ですよ。キングなんとかさんももう楽勝ですよ。あ、来ましたね。これソレッタかな。ソレッタの街ですね。なんとかレオさん自動回復は1戦目だけでしたっけ？ああ、覚えてねえな、そこまでは。そこまでは覚えてないな。ごめんなさい。トルネコガンガンレベル上げるよ、トルネコはね、一番レベルが上がるの早いんで、ガンガン上がりますよ、トルネコ。4勝の負けイベントのあのボスは別れる前のライアンくらい全員がレベルあると余裕だったな。ここはね、宿屋とほら教会が入ってすぐなんで、拠点として使えますね、かなり。入ってすぐ宿屋と教会があるんで、あれに近い、ダーマかな。3で言うとダーマに近いんで、もしRTA とかやるならここが一番いいかもしんない。あ、ビーマニクもやってたじゃん、ここで。ビーマニクとかもここで確か、拠点してたからね。はい、じゃあ洞窟行きたいと思います。パテギアの洞窟ね、行きたいと思います。そういえばパテギアの根っこって大の大冒険で出てきたような。パテギアも大の大冒険はどこで出たっけ？言えば思い出すかもしれない。パテギアのね、まあ大の大冒険はドラクエのあれだからね、多分いっぱい出てくる人いねえだろう。アバン先生が料理に入れてたような。ああ、そういうことか。まあまあそういうネタはありますよ。演歌やばいな、演歌が演歌。昔のゲームでやっぱ一番時間がかかるのはレベル上げとこの演歌率ですよね。コンジャラーだ、コンジャラー。名前いいよね、コンジャラーと。コンジャラーはバギー使うのかな。マージマ単語はヒャド教体制だからぐらいの素早さで悪い方に噛み合ってる。そうだね。あ、ごめんなさいね。あ、そっか、タイマーをセットして。ちょっとタイマーをね、解除しながら進んでいきます。これはまず、ほら、アリーナのパーティーですね。アリーナがパーティーですね。手品師、技術師、魔術師でしたね、コンジャラーって。なんかいいよね、コンジャラーってなんか語呂がいいよね。これアリナ話しかけるちゃんとあれですよ。こんなとこまでって。心配しなくてよかったのに。フラグじゃねえけどね。姫様じゃあ見つけましたかって話だから。絶対にさ、アリーナの教育を間違ったと俺は思うんだけどねえ、もっとさ、納金じゃなくてさ、きちんとしたさ、まあいやだってねえ、完全アリーナが納金キャラクターになってる気がするんだけど。不思議の木の実は主人公ですね。基本的に主人公は最後まで使うんでね、主人公に全部基本的に相手魔力霊だから体鍛えるしかなかったんだと思う。悲しいな、悲しいな。ここに確か安らぎのローブあるのかな。ここには安らぎのローブがあったはずですね。